徳川家霊大、手前が家康、奥が秀忠の玉屋。徳川家霊大は、和歌山県伊都郡高野町の新聞密教の聖地、高野山にあり、江戸幕府初代将軍、徳川家康と二大将軍秀忠を祀る玉屋である。徳川家霊大は、かつては、高野清方の代表寺院であり、徳川家の菩提寺、宿坊でもあった、大徳院の境内に立つが、大徳院は、 明治時代に他寺院と合併して、廃寺となり、現在霊大は、高野山新言宗大本山の金剛法寺に属する。大徳院の前身は、徳川家の先祖にあたる松平家の菩提寺として、室町時代には、連元を名乗っていたが、1594年に、徳川家康が高野山系した際に、大徳院の名が与えられ、解消した。 玉屋は、秀忠の死の翌年にあたる1633年に三大将軍、家光によって造営が開始され、10年の歳月を、追やして1643年に、落景法要が行われた。江戸時代には、お玉屋と呼ばれていた。東将宮玉屋大徳院玉屋、徳川家霊大として、以下の二棟が立つ。玉屋は、位配道であり、向かって、右に家康玉屋、向かって、 左に秀忠玉屋の二棟が並び、それぞれが、塚かしで囲まれ、正面に、唐門がある。家康玉屋前にのみ鳥り居が立つのは、家康が、東照大権現という神として祀られていることによる。建築様式は全州様である。二棟はほぼ同じ作りだが、家康玉屋の後輩のカエルマタには、虎の彫刻、秀忠玉屋には、ウサギの彫刻がある。 それらは家康が1543年の虎年生まれ、秀忠が1579年のうど生まれであることにちなむ。その虎の両脇には王が人生を行うと現れる霊獣とされる霧が彫刻され家康を称えることを意味する。また兎の両脇に虎が彫刻されているが、これは秀忠が家康に見守られた正当な後継者であることを意味する。玉屋は 約6メートル四方の一重宝業作りで、欅材を使用し、構造材2641年の牧書名がある。桁タ三軒、張間三軒、正面に一軒の東派不後配が厚き、屋根は瓦原棒銅板吹きで、また外壁、扉には濃密な木彫りが施され、柱、欄干なども含め、至るところに飾り、金具が使用され、金欄巻きという通常は、 絵師が文様を描く部分には、装飾金具を何枚も重ね張りすることで表現している。軒きを支える組物は、三手先。軒きのたるきは放射状に並ぶ、扇たるきである。たるきは、黒うるし仕上げで、たるきとたるきの間には、金箔が貼られている。軒きより、下は、欅材の木肌が白く見え、長い年月を経て、一見無塗装に思われるが、 古文書に、拭い漆とあり、当時は、欅の美しい木目が透けて見え、春景塗りのような淡い別光仕上げだったと、考えられている。内壁は金箔張りで、家康玉屋には、高が、秀忠た玉屋には、獅子が描かれている。これは家康が高狩りを好んだことにちなみ、また獅子は、秀忠の守り本尊である、文獣菩薩が乗る獅子にちなむと考えられている。内部は、 障壁画などで飾り立てられ、柱や組物すべてに彩色が施され、天井は全面が黒漆に金箔が施されている。趣味岩と図紙も全面黒漆塗りで、金巻絵が濃密に施され金具すべてに異なった文様がある。玉屋の規模はそれほど大きくはないが、完成まで10年もの歳月が費やされ、当時の装飾技法の域を極めた。 金世初期の霊病建築の代表例であり、規模こそ小さいが1636年に造体された日光東将軍に劣らない造形美であったと言える。1742年、1768年、1868年、1865年に小修理が行われた。明治になり一時荒廃し、カラーモンは明治末頃に解体され、 別の場所に仮安置されていたが、1962年に国の文化財保護委員会が玉屋の解体修理をした際に元に戻された。境内の東端には三代、家光以降の歴代将軍と徳川の三屋の御事とパイ道があったが、1888年に消失し、現在は祖先だけが残る。高野さんは豊臣秀吉の庇護を受けていたため、 徳川家から敵視されることを恐れたが、1600年に家康から治療の安堵を得た。また1601年には高野さん宛ての衆院上にて治療安堵を得た。しかし、いつ治療没収などの形があるとも限らず、当時の高野さんにあった学寮、工人、生の参賀による幕府への中世競争を招いた。あるいは中世競争でないにしても、 高野山を存続させる上で、新幕府に忠誠を近い接点を持つことに重要な意味があった。1617年、学旅方の西願寺がとのもに、家康像を安置し本尊とした。1628年には、皇人方の京山寺が、境内に東照宮を造営して3年後に落成し、聖方では、大徳院が10年の歳月を費やして、 1643年に徳川家霊大を落景法要した。当時、東商大権現を祀る建築物には、幕府の許可が必要で、装飾技法の域を極めた玉屋を作ることで、徳川幕府に忠誠を誓う証とした。国の重要文化財に指定されている。指定名称、今後ポージ徳川家霊大から1926年4月19日、指定、以下、 指定内役国の史跡に指定されている。指定名称、今後ポージ境内7月14日指定を構成する、資産として、徳川家霊大地区が2002年9月20日に、追加指定された。ユネスコの世界遺産、キー山地の霊場と山景道を構成する、霊場、高野山の構成資産の一つとして2004年に、登録されている。以下、登録資産内訳。 ありがとうございます。